ちゃんとした正しいところに入りましょう。ここかな。これだね多分、うん、あ、ここだ、絶対これだ。なんでそれをさっきに間違えたの。え、本日は終了しました。それはちょっと、てかこれどけちゃえばいいか。ちょっとどけるわ。ちょっと終わってるんですけど、ちょっとだけお邪魔します。早いね。今だってまだ1時だよ。1時半だね。もう完売したってことだね。ここだね。でもまだライトがついてるからいるんじゃない。売ってくれるかな。4時間かけてこっちに来たんですけど。やばいよ、売ってくれなかったら。でも注文したから。山の奥にあるのにめっちゃ人気があるから、うん、早く行かないとパンが売り切れる可能性があるから、昨日電話して欲しいパンを予約しました。もう準備万端です。めっちゃ雰囲気がいいよ。あ、まだいる。こんにちは。お邪魔します。こんにちは。遅くなりました。ごめんなさい。もう売り切れちゃってるんですね、今日の分は。今日は午前中に、もうあの下見て売り切れました、終了しましたって。あ、予約しといてよかったと思ったありがとうございます。やった。あ、はい、他の人も予約してるんで、そう、もし皆さん来るならちゃんと予約して来た方がいいです。エアコンとニーズに並んでとカートってると、はい、ブレッセルが5つ。はい、はい、ありがとうございます。わ、かわいい。ドイツのあのくるみ割り人形とかも置いてある。あ、ほんとだ。やった。食べるのが楽しみだ。うん、楽しみ。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃいい感じのお店。確かに。めっちゃいい感じの夫婦。すごいよ。はい、ということでせっかくで今 TP 借りてるんで内装を紹介してあげたいと思います。赤は絶対にそういう車のレポートめっちゃ下手だと思うけど。どうでしょう。で、4人乗りなんだけど、後ろの席はねすっごい狭い。まあこれ見てもらえば分かるんですけど、扉が超長いです。横に車とか止められちゃうとなかなか出るのが辛かったりしちゃう。このシートとかすごいかっこいいよね、このステッチが。シートがもうねすごいいいよね。スピード出してもさ、こう包み込まれる感じだから全然。で、エンジンもつけます。この音はいい。もう一回聞く。音がいいです。で、中はすごいシンプル。ここにエアコンの吹き出しがあって、もうこれで操作できるみたいな感じ。温度とかこの強さとか、ここに全て集約されてます。すごいよね。今これ走る専用みたいな。トランクルーム気になってる人いるかもしれないから、ちょっとだけトランクルーム見せますね。意外と広いんだよね。これも取れて、この椅子をねポコって倒すと、もう全てがねトランクになるんで、普通にゴルフバッグ2つとか乗るって言ってたんで全然広いと思います。次の目的地はどこですか。カナダ。カナダに行きましょうか。はい、出発。行きましょう。ほう、赤。聞こえました今の爆発音。まあ聞こえたけど何も見えなかった。演出がすごいんだけどマジで。3、2、1。うわに音がイラッとした人多分いるだろうね。今いるだろうね。すいません、皆さんもうやめます。なんか変なところに止まっちゃったけど、四ツ谷の千枚だかな。ちょっと名前が分かんない。うわ、綺麗。そう、あの今上の展望スポットに、すごいじゃんライフテラス。あんまりあの駐車できるところがなくて、だからちょっとだけ上から見て、その後は車でブーンと一番下のところに行って、そこで下から見る。あ、駐車場あったよ。行くわ、途中戻ってくわ。タカが来たよ。坂が来てないよ。ナイスビューだね。うん、カメラで伝わんのかな。伝わんないと思う。いやー綺麗。
ドローン持ってたら、ここドローン飛ばしたら超綺麗だろ。下からなんか見えるよ、下の駐車場も。そこに今から向かいます。ここは途中、途中かな、途中の駐車場ここの途中のところをちょっと歩いて花を見ることにした。ハカは怠け者だから、こっちに立って私を待つって言った。私はちょっと棚の間で散歩をする。まあドイツ人だから、ドイツにお米がないから、この景色がめっちゃ珍しい。本当に感動する。バンバン下ってるけど、登りが大変になると思うからもうやめる。やっぱりそうだよ、登りがつらい、つーらい。どうでしたか？めっちゃ良かった。下の方？パレローの最後のストップは道の駅です。新城市だよね。うん、そう。で、この道駅によってさっき買ったパンも食べたいし、で、それが終わったら帰る。足湯がある。はい、ということで今何買いましたか？リンゴジュース。で、ピクニックをする。よいしょ。まだ全然見てなかったから、なんか美味しそうなのかな。おお。かわいいちょっとドイツのプレッツェルと違う気がする。いただきます。でも美味しいよ。おすすめだね。うん、概要欄に行ってよかった、貼っといてあげよう。お店の情報、予約マストだよ。あ、そう。絶対予約しないと昼までに売り切れるから。じゃあもうちょっとプレッツェルを食べて、また TT に乗って名古屋に帰りましょう。この動画が面白かったならいいねボタン押してください。また次の動画で会いましょう。バイバイ。この動画が終わる前に一つ皆さんとシェアしたいことがあります。実はね、trip.com っていう大手予約サイトからライブ配信の出演依頼が来ました。イエーイ。ライブは今月9月17日の夜9時半から1時間です。もしね、近いうちに GoTo トラベルとかのね、キャンペーン使って旅行を考えてる人はね、安くホテルを予約できるチャンスがあるので、ぜひライブ配信に参加してください。バイバーイ。